はい、こんにちは、まーちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね。うん、デュエルマスターズのジョーのジョーカーズとキラのラビリンスです。はい、こちらですね、2015年3月25日本日発売のデュエルマスターズの新シリーズだね。うん、ついに出ました。はい、カッターの息子のジョーの新しいデッキ、うん、はい、あとその友達のキラのデッキですね。はい、あとこちらの新一弾のジョーカーズ参上、これも2ボックス買いました。はい、これはですね、また別の動画で、全部ボックス開封していきたいと思います。はい、では早速こちらの新しいデッキ開けていきましょうか。はい、はい、機械人くんはジョーの方かな。はい、パパはキラのラビリンス開けます。はい、あ、これちゃんとこう閉められる風になってるね。本当だ。あ、飴の袋みたい。本当だ。じゃあ開けましょう。はい、これを開けて、お、本当だ。お、あ、こんな風に入ってんだ。うん、開いた開いた。はい、はい、それでは、ニューヒーローデッキジョーのジョーカーズ、これから見ていきましょうか。はい、まずは超特急弾丸王、これジョーカーズだね。うん、これこの前出たよね。うん、コロコロのツイッターの1パックで出たやつ。うん、でこれ自体はホイールになってますね。うん、ダブルブレーカーでこのクリーチャーがバトルゾーンに出た時、そのターンこのクリーチャーは相手プレイヤーをアタックでき、バトルゾーンにある自分の他のジョーカーズ1枚につきシールドをさらに1つブレイクする。うん、ああ、ポリ。でちなみにこれはスーパーレアだね。あ、SR って書いてありますね。スーパーレアですね。うん、そしてこれがもう1枚入ってる。はい、そしておお、ゲラッチョ男爵。ではシールドトリガーのこのクリーチャーがバトルゾーンに出た時、クリーチャーを1体選びタップまたはアンタップする。なるほど。これが1、2、3、4枚。おお、そしてドツキマンジロー、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、相手のタップしているクリーチャーを1体選び、相手はそれを自身の山札の一番下に置く。これはいいね。あ、そうだね。うん、トツキマンジロが2枚か。パーリナイ、これもジョーカーズ。うん、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、カードを1枚自分の墓地からマナゾーンに置く。うわー、墓地からマナゾーンに置けんだね。墓地のマナ加速だね。素晴らしい。パーリナイが1、2、3、4枚。あ、ツイッタンカーネン、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時カードを1枚引く。おー、マナス、コスト3だよ。あ、これも4枚。お、これは火だ。ジェットセットバイト、相手のパワー1万2000以下のクリーチャーを1体破壊する。おー、呪文だね、シールドトリガー。1、2、3、4枚。4枚。お、これも非文明ハンマーストライク、シールドトリガーで相手のパワー2000以下のクリーチャーを全て破壊する。うわ、全てだ。これは逆転が。2枚。ボンバーチャージャー、相手のパワー3000以下のクリーチャーを1体破壊する。チャージャー、この呪文を唱えた後墓地に置く代わりに自分のマナゾーンに置く。おー、うわ、自らマナチャージするんだ。すっげー、いいなこれ。欲しい。1、2、3、4枚。お、超特急。このクリーチャーがバトルゾーンに出たら相手プレイヤーアタックできる。このクリーチャーは可能なら毎ターン相手プレイヤーをアタックする。うん、バトルゾーンまたはマナゾーンに自分のジョーカーズが合計2枚以上あれば、このクリーチャーのパワープラス3000値、ダブルブレイカーを与える。すごいねこれも。うん、だってジョーカーズで固めたデッキだったらさ、ジョーカーズ必ず2枚あるでしょ。そうだね。ねえ、これはいい。超特急が1、2枚。あ、バッテン親父。イエーイ。自分がクリーチャーにアタックされた時、このクリーチャーをタップしてそのアタックを中止しても良い。出た、これはいい。これデッドマンさんが使ってたやつだよね。これタップしても完全にもう中止なんだよね。ねえ、これやられるときついよね。で、これが1、2、3。おー、4枚入ってる。あ、出た、ジョーカーズ。自分の山札の上から4枚を見る。その中からジョーカーズクリーチャーを1枚相手に見せてから手札に加えてもよい。残りの好きな順序で自分の山札の一番下に置く。うん、これは選んじゃうやつだね。これだってもうこれ完全にだってジョニーだね。これね、ジョニー選んじゃうやつだね。選べちゃうやつだね。1だぜ、しかも1。これはすごい良い。これいくつなの。1、2、3、4。イエーイ、これはいかん。やったねマンだね。自分のジョーカーズを召喚するコストを1少なくする。ただしコストは0以下にならない。ああ、やったねマン。これいくつなの。1、2、3、4枚以上でした。はい、そ
そして一番下にこれが入ってましたね、ルールブックだねこれね、うん、ニューヒーローデッキガイドって書いてあります、うん、あ、こんな感じで、うん、なるほど、ちょっとした説明がよくある質問とかありますね、うん、あ、これよく読んどこう、うん、はい、続いてキラのラビリンスのデッキですね、はい、まずはイーヨーの果て白夜、ダブルブレーカーでこのクリーチャーがバトルゾーンに出た時、自分の山肌の上から1枚目を表向きのまま新しいシールドとして自分のシールドゾーンに置いても良い。ラビリンス、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、自分のシールドの数が相手よりも多ければ、次の自分のターンの始めまで自分のメタリカは全てバトルに勝つ。あー、これがすごいよね。すごいね、メタリカコスト6の、パワー6000ですね、はい、これが2枚かな、うん、そして奇跡ルドルゴメタリカ、うん、シールドトリガーでこのクリーチャーがバトルゾーンに出た時、バトルゾーンにある自分のクリーチャー1体につき相手のクリーチャーを1体選びタップする。あ、これ聖守銀ルボア、シールドトリガーでこのクリーチャーがバトルゾーンに出た時、自分のクリーチャーを1体タップしてもよい。そうしたら相手のクリーチャーを1体選びタップする。このクリーチャーはアンタップして相手のクリーチャーのアタック先をこのクリーチャーまたは自分のタップしているクリーチャーに変更してもよい。ブロッカーみたいな効果があるってことだねこれ、うん、ここがルボアが2、3、4、奇跡ソコーラ、このクリーチャーがアタックするとき、自分の山札の上から1枚目を裏向きのまま新しいシールドとして自分のシールドゾーンに変える。ちょっと神々になったかな、うん、コスト3でパワー2500、これもメタリカだね。1、2、3、あ、これも3枚。緑地銀フェイボン、このクリーチャーがバトルゾーンに出たとき、自分のクリーチャーを1体タップしてもよい。そうしたらカードを1枚引く。このクリーチャーをアンタップして相手のクリーチャーのアタック先をこのクリーチャーまたは自分のタップしているクリーチャーに変更してもよい。うん、さっきと似たような効果だね、うん、これが1、2、3枚、お、4枚、奇跡プラステ、奇跡タイプが多いね、うん、ラビリンス、自分のシールドの数が相手よりも多ければこのクリーチャーのパワーをプラス4000する。おお、うん、コスト2使いやすいこれ、うん、これが2枚、3枚、4枚。石膏銀カダブラ、これコスト1だ。そうだね、ダブルブレーカーで、しかもうわ、このクリーチャータップしてバトルゾーンに出るんだって。バトルゾーンにある自分の他のクリーチャーが2体かならこのクリーチャーはアンタップしない。あ、そういうこと。コスト1だけど、うん、他のクリーチャーが2体以下だったらこのクリーチャーアンタップできないんだ。あ、では出るけど、うん、ずっとタップした状態でしか使えないのね。あ、3体目になったらようやくアンタップできるんだ、うん、これはびっくりしたよ。コスト1でさ、パワー7000もあるからさ、もうすげえの出てきたと思ったらただメタリカで、うん、これが1枚、2枚、3枚ですね。次、ストップチャージャー呪文ですね。相手のクリーチャーを1体選びタップする。そのクリーチャーは次の相手のターンの初めにアンタップしない。チャージャー、この呪文を唱えた後墓地に置く代わりに自分のマナゾーンに置く。おー、出た、これは嬉しいね、これが1、2枚、3枚。土の怒り元祭、このクリーチャーがバトルに勝った時、自分の山札の上から1枚目を表向きのまま新しいシールドとして自分のシールドゾーンに置く。神々でしたね。ラビネス、自分のシールドが相手より多ければこのクリーチャーのパワーをプラス3000しダブルブレーカーを与えます。素晴らしい。これが2枚。奇跡アムベル、本当奇跡多いね、うん、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、相手のクリーチャーを1体選びタップする。そのクリーチャーは次の相手のターンの初めにアンタップしない。これはやばい。2枚、3枚、4枚、やばい、はい、1番隊クリスタ、自分のメタリカを召喚するコストを1少なくする。ただしコストは0以下にならない、うん、2ですね、これもコストは2。1枚、2枚、3枚、4枚。お、シャインアロー、シールドトリガー、クリーチャーを1体選びタップする。カードを1枚引く。お、これが1枚、2枚、3枚、4枚。あ、以上でございました。はいはい、そんなわけでジョーのジョーカーとキラのラビリンス、全て開封してみましたけれども、なかなか面白そうだね、うん、うん、で新しいルールも加わって、我々まだ前のルールはちゃんと覚えきれてないけども、うん、うん、でも楽しそうですね、うん、増えたのがあのスーパーシールドトリガー、そうだ、ね、とマスターカード、うん、そうそうそう、マスターブレイクとかね、うん、で、こっちに入ってたあのバッテンオヤジ、うん、あのアタックをストップするやつ、あれなんか面白そうだよね、うん、うん、
で我々一回これで、収録外で対戦してみて、動画出せそうだったら一回これで動画出したいと思います。はい、はい、ということで今日の動画が良かったなとか気に入ったと思った方はですねいいねボタンお願いします。そしてお友達にも教えてみてください。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。